梅おかかえを作りました。いただきます。梅干しの爽やかでさっぱりした酸味と鰹節、ちくわの旨味が小松菜とよく馴染んでとても美味しいです。簡単にできて、なおかつカルシウム、鉄分、食物繊維が補えるとてもいい副菜です。梅干し効果でこれから暑くなる時期にも食欲アップさせてくれる一品です。皆さんもぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。